2011年に東日本大震災が起きまして、でそれから東京電力福島第一原発が事故を起こしました。で私たちは原発から50キロから80キロぐらいのところに居住住んでいるんですけれども、やっぱりその放射能は見えない、匂わない、感じないものなので、それが食べ物にしても水にしても汚染されているのかどうなのか測ってみなければわからないっていうものです。なのでやっぱりその子どもたちに何を食べさせたらいいかっていうことを知るために、まず放射能の測定を始めました。測定各種がセシウムとストロンチウム90とトリチウムを測定しています。で今年度はもう少し各種も増やす予定なんですけれども、であと、食べ物であったり、それから海水であったり、お水であったり、土であったりっていう私たちの身の回りのもの全般を測定しています。タラチネの場合にはその測定して、まとめてデータをまとめるのも、そのもともとはというとお母さんたちが中心に、それまで全くそういうところに関わったことのないお母さんたちが中心にやっていくんですね。例えば公園とかですね、学校とか海の砂浜とかですね、そういう子どもたちがよく行くところをやっぱりどうしても中心的に、まずそこが知りたい、本当にそこが安全なのかっていうことで、そういうところからどんどん測定していくっていうところが、まず一般的な部分とは違うところです。私はその小さい子どもが震災直後からいたので、すごい汚染とか放射能に関してすごい気をつけてたんですね。で全てをこう不安に思って怖がってたっていうか、ですけど測定をしてみたら、野菜とかでも出ない野菜は出ませんし、土壌とかでも低いところは低いとかっていう、その差が分かるようになったので、やってみて今まで全てが不安だったけど、ここは大丈夫、これはダメっていう区別がつくようになったかなと思います。2012年ぐらいからはなんかだんだんこう周りも普通の生活に戻りつつあって、私自身もどこかで震災だったり福島第一原発事故だったり、あと放射能に対してこう忘れてたというか蓋をしたいというか、やっぱそういう時期があったんですけど、測定担当ってなって、でそこでまだ放射能に対してなんか理解が薄かったなって、まだ放射能福島県いわき市にもまだまだ汚染があったなって、なんか改めてなんかその時に後悔して実感した感じです。放射能って見えないものがあって、測ってやっと分かることをこうちゃんと見せてあげられるっていう状況になったことは、なんか私にとってもそうですけど、子どもたちにとってもすごいいいことだなと思うので続けていきたいと思います。やはりその子どもたちの健康が心配だっていうことで、クリニック、医療事業もやっています。クリニックの運営もしています。タラチネクリニックと言います。やはり甲状腺がんのことなんかもやっぱり皆さん心配されていて、ドクターがすぐ保護者に説明をして、お母さんお父さんが子どもの状態を知れる検診ということで甲状腺検診をやっています。これは出張検診で、福島県内とか近隣地域のいろいろなところに行って検診を行っています。で結構お母さんたちが、その子どもたちが食べるものとかの飲むものとか、そういうのに放射線混じってないのかな、大丈夫なのかなっていうところを心配してくる方結構いらっしゃって、でクリニックで、尿中セシウムの測定とかあったりするんですけど、そういうので測って問題ない値だっていうので安心したりとか、やっぱりこう甲状腺一番心配されてたりとかしてらっしゃるんですけども、それも先生が甲状腺のエコーで見てくださって、異常があるかないかとか、それをこう毎年見てもらって安心できるんじゃないかなと思っています。と小児科内科を保険診療で診察しています。
その他にタラチネ子供ドック、また今は大人ドックというものを実施させていただいてます。わからないからこそ継続して測定だったり検診を続けていくっていう、こうタラチネのスタッフ全員が同じ気持ちで同じ方向を向いて活動しています。原発事故で放射能汚染されて、多くの人がそれによって被爆を受けたということもあるんですけど、データが大きいとやっぱり一人一人のその時どこにいたとか、どれぐらい被爆したのかとか、そういったことが書き消されてしまうところがあると思うんですけど、やっぱりその時いた場所とかですね、何をしていたかとか、どんな食生活を送っていたかによって一人一人全く変わってくるんで、そういったところの一人一人の特異性といいますかね、そういったところを見つめていきながら診療あるいは測定をやっていきたいと思ってます。それともう一つはやっぱりの心のケアですよね。震災から11年が今だいたい経っている状況ですが、やっぱりあの時とても子どもたちは大変な思いをして、で今だいたい小学校の 4,5 年生ぐらいになって、今頃やっぱりその消耗している様子が見えるようになってきているので、子どもたち の心のケアをする、事業を行っています。まずお子さんの問題でこちらにいらっしゃる方ばかりなんですけど、でも実際こう話していくと、こうお母さん自身がこう悩まれている方が多くて、でその中でこう子どもたちだけがこう遊んで過ごすっていうよりも、こう一緒にお母さんとこうお話をしながらこう過ごすことで、お母さん自身がなんかこうなんで悩んでたかっていう、そういう、本当にあるものに自分なりにこう気づかれたりこう感じるものがあって、で帰っていく時にこうやっぱりお母さん自身が笑顔ですっきりした表情で帰られて、またこうお子さんいなくてもこうマッサージとかで来てくださる方っていうお母さんもいるので、それが一番こう担当させていただいていて、大きな変化が自分で感じられるところです、はい、であとその他にも地域の人たちと一緒にやっている歴史を紐解く事業であったり、さまざまな講演会勉強会であったり、さまざまなことを行っています。保養事業もやってます。子どもたちがこう自然体験ができなくなってしまったので、安心で安全なところに行ってこう思う存分遊べる沖縄とかイタリアとか、あと福島県内だと南会津とか、放射線量が低くて心配のないところで保養事業を行っています。市民からこういったお母さんたちがこういう不安があるとかですね、こういった疑問があるとか、そういったところから出発してるんで、クリニックにしてもそういう健康、子どもたちの健康状態を見ていくということもあったんで、今そのお母さんや子どもたちがどういったところで困っているのかとか疑問を持っているのか、そういったところから物事を始めていきたいというふうには考えてます。原発事故は特殊なもので、事故が起きた時に普通の自然災害みたいにこう信頼できる情報をタイムリーにもらうことができないんですね。 なのでやっぱり自分たちがで情報を得なければいけないし、そして情報を得たら次にどうするかも自分たちが考えていかなきゃいけないんですね。でそういうものなので、特に私たちのようにこう市民が自立して独立して科学をし、今の現状を知り、次どうしたらいいかっていうことを見つけ出す手立ては必要で、市民科学は私たち市民が自立して生きるために、自分のことを自分で決めるために必要なものだというふうに思っています。